1953年に行われた W9 核砲弾の実験 M65 280mm カノン砲で発射。核出力は広島に投下された原子爆弾と同じ1 5トン。野戦砲は大砲の種別の一つで野戦で用いられる野砲やカノン砲、榴弾砲、不評砲、三砲を指す。本来の意味の野砲が先進国砲兵に存在しない。 現在では、野砲とも呼ばれる。ただし、対戦車砲や対空砲などは含まない。初期の大砲は、基本的に工場砲であり、工場戦が始まってから戦場で大砲を鋳造して、動かない目標を破壊すればよかったので、移動の必要がなかった。しかし、野戦は、戦場が不特定の場所である場合が多く、かつ目標が動くため移動する能力が必要である。 そのため砲射に乗せて牛馬に引かせて移動した。野戦砲は15世紀に大々的に用いられるようになるが、20世紀に入るまで基本的な部分は変わらず、二つ大型車輪の砲射に乗せられ、中敷を持ち反動を抑えられるようになっていた。それまでに格好砲が市場砲となり、前奏方式から後奏方式となり、木製砲車から 鉄製放射となったがこれらの歴史は、野戦砲に限らず砲全般に言えることである。20世紀に入ると中大気が採用され、反動を大きく抑えられるようになった。これにより、反動で後ろに下がった砲を元に戻して、照準を合わせる必要がなくなったので速射性が向上した。第二次世界大戦を境に牽引方法も、牛馬から自動車へ変わり、車輪も、 空気式のタイヤに変わっていく。さらには車両と一体化した自走法が登場し一分野を築いた。ありがとうございます。